チャンネル魔王川ちゃんです。今日はね、休みじゃなくてこれから仕事なのですが、その前に昨日、仕事行く時に車運転してて、なんかおかしいなと思って、職場着いてからワイパー見てみたら、ワイパーのところのゴムがなんか外れちゃったかかってたかなんか、なんか壊れちゃってて、でちょっとね、知ってる人に見てもらったら、これ新しいの買ってつけた方がいいっすよみたいな感じに言われたんで、ちょっとまあとりあえず安いのでもいいからもう買って、まあ俺取り付けるの初めてなんで、ちょっと取り付けて直そうかなと。あとちょっと、ここ最近雪がすごくて、私の住んでる宮城県仙台市はまあ寒いし雪がすごくて、この間洗車したばっかなんですけど、車も結構汚くなっちゃってて、なので洗車もちょっとしたいなーみたいな、考えておりましたので、まあちょっと洗車プラス、そのワイパーのゴム交換をやるの、まあどうせだったら、動画の練習も兼ねて撮ろうかなということで、まあそんなに今日は軽くですけど、やっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。まあ見ての通り、まあ、そんな分かんないんですけど、こう、まあ、普通にこうなんていうんですか、羽根っか入りの汚れが、結構ついておりまして、その上ですね、このよいしょ、このワイパーがビローンってこう剥がれちゃってるんですね。でこっち側もなってて、あっち側もなってるっていうような感じなので、ちょっと買い替えて直して洗車したいと思います。はい、まあ実際にちょっと見ていただいても、完全にゴムが外れちゃってるので、それを今から買いに行きたいと思います。はい、ということでとりあえず、ワイパーを買ってきました。ワイパーゴムです。2つで1280円ぐらいでした。からとりあえず、取り付けていきたいと思います。とりあえず取り付けの方は完了しました。どうでしょうか。ということで、ワイパー替えまで終わりました。ちょっと不安だったんですけど、無事、完了してとても喜んでおります。初めてだったんで不安ですが、良かったです。まあまあまあ上出来なんじゃないかなと思います。まあ時間もねそんなないんで、もうちゃちゃっと洗車して仕事に向かいたいと思います。遅刻してもあれなんでね。はい、ということで、向かいたいと思います。はい、本当は仕事前に、洗車行く予定だったんですが、そう、今日日曜日だったのを忘れてて、まあガソスタの前行ったらすごい洗車機の前行列で、これはあかんと、もう待ってたんじゃ間に合わんということで、仕事終わりに、行くことに変えまして、今、洗車場に仕事終わってきたところでございます。疲れました。お疲れ、俺。
ということでね、洗車したいと思います。はい、ということで、今日も一日終わりました。いや、長かった。はい、まあ、なんとかワイパーはなんかちょっと違う、見てもらったらちょっと違うらしいんですけど、やり方が。まあ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 、今のうちはまあ大丈夫ということらしいんで、とりあえずあれでいこうかなと思っております。いやまあね、洗車も終わって、洗車も終わったんすけど、ね、もう洗って拭き仕上げとかしてる間にこうなんかもう凍ってきちゃって、寒すぎて手も冷たいしね。いやなんか急いでやるもんじゃねえなと、焦ってやるもんじゃねえなと実感しました。まあでもね、もう動画ね、慣れるためにも少しずつこれやっていかなきゃいけないんで、はい、まあね、少しずつやっていきたいと思います。まあ、今回もね、ご視聴ありがとうございます。 Twitter、Instagram やってます。チャンネル登録よろしくお願いします。